みーみーチャンネル始まるよ。本日のみーみーは 4DX でジュラシックワールドの世界を体感します。 4DX とは風、水しぶき、光、振動などを体感しながら映画を楽しめるよ。初めての 4DX でジュラシックワールド炎の王国を見たみーみーの感想は、初めての 4DX どうだった？ちょっと怖かった。怖かったの？ 4DX でサングラスとかするともう目の前にぶくってすごく良かったです。あと雨が降った時とか風が上からバザーってかかってきたり、足の方に空気がビシューって出て、でちょっともうすぐそこがビシューって出て痛かったすごかったよね。揺れるしね、恐竜の足の音、ダンダンってやった、ブーダンブー。また行きたい？うん。普通の映画と 4DX どっちがいい？ 4DX で決まってるじゃんちょっと怖いんだよね。
ぱい食べたね。このくら寿司でミミは8枚食べました。ごちそうさまでした。